ワクチンは新型コロナウイルス感染収束の切り札です。特に変異株の感染拡大もあり、一日も早く接種を終える必要があると考えています。自治体職員や医療関係者をはじめ、多くの方々のご協力、ご尽力をいただきながら、全国各地でワクチンの接種が進んでいます。ありがとうございますますずは 7月末を念頭に希望する高齢者の接種が終了するよう取り組んでいるところですまた高齢者の接種の見通しがついた自治体から順次基礎疾患がある方々を含めて広く一般にも接種を開始していただくようお願いしています企業や大学などでの職域接種も進めてまいりますワクチンは希望する すべての国民の皆様に接種いただける量を確保していますのでご安心ください。若い方々への接種も始まってまいります。若い方々でも新型コロナウイルスに感染して重症化する方がおられます。味覚や嗅覚が戻らない、髪の毛が抜けてしまう、そういった症状が残ることもあります。現在、 接種できる新型コロナワクチンは高い効果が報告されており、接種部位の痛みや発熱などの副反応はありますが、接種することのメリットが副反応のデメリットよりも大きいことから、皆さんに接種をお勧めしています。若いい方々にもワクチンを打っていただき 今様々我慢していただいている楽しい時間を取り戻していただきたいと思っています引き続き1日も早く皆様に接種していただけるよう現場の取り組みをしっかりと支援しながら取り組んでまいりますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします